古玉ノーツセカンドアルバムデケイド。はい、どうもこんにちは、古玉ノーツの木村です。マンゴです。今回何するんですか？今日はね、デケイドっていうアルバムのお話をしたいと思ってるんですよ。はい、そうですね。前回の、ね、アルバムがいつ出たか覚えてる？全然覚えてないわ。あかんやろ。8年ほど前かな。いや、前すぎてしょ。2018年の7月なんで、うん、あ、まあ、8は合ってるやん。まあ8は合ってるけど、うん、1年半ぶりぐらいになりますね、うん、結構早いやん。そうかな、うん、本当はね1年ぐらいの感覚で出したかったんけど、いろいろねあって、うんうん、まあ、1年半になってしまいました。クフルデモンノーツ、今回ね、あの、うん、デケイドっていう名前なんですけど、うんうん、これなんでディケイドかっていうと、うん、実は、うん、今年で、うん、クフルダムノーツが10周年なんですよ、ね、うん、おー、そうなんや。そうなんやじゃないや。そうなんやじゃないや。YouTube チャンネルはさ、 YouTube チャンネルを、うん、クフルダムノーツにしたのが、うん、2015年ぐらい、あの雲隠れを公開した時なんで、 あったね、うん、2015年なんで5年ぐらいなんですけど、うん、最初のね、うん、まあ、このアルバムにも入ってるんですけど、最初にキャタクリズムっていうね、うん、曲をね、出たな。キャタクリズムっていう曲を2人で作ったんですよ、うん、それがまあ大体10年前なんです。そうやな。それをスタートにすると、まあ、今年で10周年ということで、でしかもこのアルバムはこの10年間作った曲の中でこう出すタイミングをこう見誤ってたやつらが別に見誤ってないけど、どこのタイミングで出そうみたいな、うん、眠ってた曲とかも、まあ、もう一回アレンジしたりとかミックスし直したりして、うん、全部収録してるので、うん、そういう意味でもね10年間なんかやってきたことがこう詰まってるみたいな感じで、うん、デケイドっていうタイトルに、ね、しようかなというふうに思っています。なるほど、ね、濃縮還元 200% とかじゃないの？めっちゃさ、濃縮しすぎる。 200% って何なの？え、分からん。オーバーしてるやん。分からん。あれやろ、あの浸透膜かなんか貫通させてくれるやろ。クフルダムノーツということで、ね、デケイドの由来はまあそんな感じなんですけど、まあ、楽曲制作について、うん、基本的にクフルダムノーツっていうのは僕が作曲をして、そうやね、うん、で演奏をして、うん、でミックスをして、うん、完成みたいなね、うん、感じなんで、うん、まあ、アルバムをまあ、一緒に相談したりとかはするんですけど、うん、演奏とかは全部僕が作ってるので、うん、例えばさ、エリアルウォーフェアなんてさ、もう完全にさ、うん、もうめっちゃいい角度で首振ってるけど、音源の中に演奏いくも入ってないから、はい、でまあ、だから音楽制作は僕がやってて、まあ、その間ね何をしてたかというと、何してたんですか？え、家作ってた。家をね、うん、作ってたんですよね。そう、マンゴー、あの96にウッドワークスっていうその個人事業をしてて、それの家を作ってたっていう、まあ、家っていうか、分かりやすく言うとギターの作るなんていう工房みたいなね。ああ、まあそうやな、工房、まああと展示室を作ってるっていう感じやね。たまにね僕も手伝いに行ったりしたんですけど、うん、あの夏手伝いに行った時にあの天井かなんか作ってたよな。音を作ってた。なんか暑すぎて死ぬかと思って、ね、そうそう、水4リットルぐらい飲んだもんな。クフルデモノーツ、はい、ということでちょっと話がそれましたが、収録曲について、喋っていきたいんですけど、まあ、順番にねちょっと喋っていこうかなっていうふうに思っています。はい、はい、まず1曲目なんですけど、1曲目はケゴンです。ケゴン、ケゴンです、ね、まあ知らんけど。知らんけど知らんわけないよな。なんなん知らんけど。この曲はね一番最近作った、そうやね、そうやね、アルバムの中でも一番最近作った曲で、これアルバム出るのが1月の26かなになるんですけど、これ作ったのが、完成したのが多分1月の10日過ぎぐらいなので、もう本当に最近できた曲で、まあ、クフルダムノーツといえばね、まあ、和風ジェント的な雰囲気も感じつつ、まあ、和風ジェントを入れなくてもいいかなっていうふうに思ったんですけど、出す直前になって、まあ、でもやっぱりないのはちょっと寂しいかなと思って作ったらこれができたっていうね。曲の内容はどんな感じですか？曲の内容はもう本当に和風ジェント、まあ、そうやな、その、まあ、和風ジェントっていうのは僕の中では和風の曲の中にジェント的なこうなんか8弦とか7弦とかの多弦ギターのサウンドを入れるっていうのがコンセプトで、ジェントの曲形式を日本っぽくするっていうよりは、日本の曲形式の中にジェントサウンドを取り入れるっていう意味での和風ジェントなので、うんうん、まあ、今までの曲とかもそういう風に作ってたんですけど、うん、まあ、なんかあの主に海外の方からこれはジェントじゃないやろみたいな、うん、あの
まあ、確かに今までも別に取り入れてなかったわけじゃないんですけど、で今回は割と本来のジェントと言われているジャンルの形式とかもちょっと多めに取り入れようかなという感じの、うん、内容になってて、うん、初っ端からかましてきてるもんな。八弦ギターのね、ちょっと汚い音のスラップを汚い音のスラップを入れて、まあなんかその独特のね、そのジェント界隈感を出してるっていう感じなんですけど、うん、でタイトルをね、うん、ちょっと考えてたよな、うん、二人で、うん、まあ、いろいろ言ってくれてるな、うん、ブーとかさ、トノトノはおかしいブーとかさ、うん、何やったっけ、ギとかさ、うん、まあ、そういうのはまあなんか日本のこう、うん、なんていうかね、うん、かっこいい言葉としてあるけど、うん、でまあその曲調にもまあ分からなくはないっていうか、うん、いいけど、うん、トノはトノこれいやなんか 100% ないとは言い切れんかもしれんけど、うん、なんかようよう言ってるしまあねでもトノはどうかね、これ聞いてる人どう思うよね。え、なんかタイトル可愛くて面白くない曲の内容は絶対可愛いっていうこのカテゴリーには属さないと思うけど。そうやねでもなんかトノめっちゃ押してきたもんな、うん、トノだって面白いやん音が毎回さ割とさタイトル面白いこと言ってくれな。何言ってたっけ他に。うわとか、わー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 したいな確かに一、うん、文字一文字が多いっていうかさ、あとおんせんとかそんなんちゃうのまあでもねなんかその、うん、結婚にするまでいい良さそうなのもあったんで、何だったっけ、残酷とか、残酷言ってないやつ。あ、そうか、残酷なんか全然記憶やばいやろまあ記憶は確かにやばいのは自分でも分かってるけど、まあ最終的にね、華厳が華厳感があるという、なんか華厳評がやたら多かったからやっぱり俺は終わってるんやなっていうまあでもねこのアルバムに入ってる、うん、16曲目かな、バナスっていう曲がねあるんですよね、うんうん、これはタイトルで確かにそのまま採用されたっていう確かに感じになってますと、うんうん、クフルでもなつ、はい、2曲目はサイレントオーソリティという曲です。これは大好き、これ大好き、うん、これも大好きやろ。これだいぶ昔の曲なんですよ実は。確かに8年ぐらい前やもんな。そう、7、8年ぐらい前、ね、あ、これほんまに8年前か。いや、まだギリ8年経ってないかぐらいじゃない。あ、そうなんや。かな、そうか。サイレントオーソリティはだいぶ昔に作った曲で、ただ難しすぎていろんな意味で、うん、演奏も難しいんですけど、うん、まあ、なんかいっぱい楽器が入ってるんでミックスをねするのも難しくて、うん、ずっと放置されてた曲で、うん、まあ、最近結構その自分の中で満足いくような演奏、まあ、演奏は微妙かもしれないですけど、ミックスとか、まあ、そういうものができるようになってきたので、うん、まあ、このタイミングでもう出すかということで出しました、うん、待ってました、ありがとう、うん、ちなみにこれEDM 系の曲を作ってる、うん、フェザットっていう、うん、人たちがいて、人たちがいて、うん、まあ、その中のメンバーの中に、うん、ラブノイズ君っていう、人がいて、うんうんうん、昔、まあ、ベースをよく弾いててその人が、うんうん、まあ、ベースフレーズをちょっと一部で、ね、考えてもらったりとかしてたんで、うん、クレジットとしてはラブノイズ君のたつき岡田君、たつき岡田君との共作ということでなっていますと、うん、聞きどころとかは何ですかね。え、サビが大好き。サビが大好きなるほど、サビのどういうとこがいいんですか。え、なんかもう完全に強いやん完全に強い、うん、なるほど。他は何かありますか。え、他他、え、好きクフルデモノーツ、え、次3曲目です、うん、3曲目は、うん、レディー紫です何で我が起こったんですかね。いや、これはねもうタイトルからして好きちなみにね、レディー紫という、この曲なんですけど、これはね、作曲僕じゃないんですよね。そう、強い人がいてね、ダイヤモンドリリーっていうバンドで、活躍している足立翔平くんっていう人がいるんですけど、もともとダイヤモンドリリーの足立翔平くんと、うん、今この歌ってくれてる彩香ちゃん、前のねジャパニーズジェントの蜃気楼とか暁とか歌ってくれてた人なんですけど、今ね発光っていうバンドをやってるんですけど、うん、このもともと彩香ちゃんと翔平君は、うん、だいぶ昔同じバンドをやってたんですよね、うん、で、まあ、そのバンドの
うん、サポートで僕もそのいろいろ関わってたんですよ、うん、まあ、その当時やってたバンドの曲の中にこのレディー紫っていう曲があったんですよ、うん、僕大好きで、ちなみにマンゴも大ファンやそれはで、これは有名な紫式部を題材にした曲で、うん、エレクトロと、まあ、日本的なこう要素を混ぜたような、まあ、そういう曲になってて、うん、作曲僕じゃないので、まあ、作詞も僕じゃないので、うん、まあ、すごい客観的な感想になるんですけど、うん、まず歌詞が面白いよねこれ、うん、めっちゃ面白いお2番なんか疑問系を何当たり前のように歌ってくるっていうところがすごい面白かったっていうとこやな。そう、しかもあれ歌い方も良くて、そうちゃんとそのちょっと切れてる感じを出しつつ歌ってくれてるから、うん、いやいいよねあれ、すごく好きやな。今ボーカルの、彩香ちゃんの方は、うん、発光という新しいバンドをやってて、うん、この間ライブ行ってきたんですけど、うん、それ行ったのは結成して最初のライブだったんですけど、うん、最初とは思えないぐらいちょっと完成度が高くて、うん、今なんかアメリカに留学かなんか行ってるらしくて、うん、あの帰ってきたらまた活動再開するみたいなんで、うん、まあ、ぜひそれまでにちょっとチェックしてるといいかなと思っています。で、翔平君のこのバンドは、うん、普通の音楽、まあ、ミュージックビデオとか上げてる音楽チャンネルと、うん、もう一個別個で、うん、エンタメチャンネルっていうのがあって、そこでなんか音楽系のなんか面白いことをやってるっていうそういうチャンネルがあって、うん、最近ねチャンネル登録者が、うん、あの1万人を超えてなかなかこう人気急上昇中なので、うん、あのまあ言うてる間にね、あの2万人、うん、3万人いくかもしれないっていう感じなので、うん、まあ、こちらもねあの要チェックな感じで、うん、ドラムセットなんか3つぐらい合体させて叩くとか、うんうん、計算問題を解きながらギター弾くとか、なんか面白いことをやったので、うん、チェックしてもらえたらなというふうに思っています。はい、ルダイモノーズ、次4曲目です。何4曲目？次4曲目ね、エクリプスという曲です。覚えてないな。覚えてないまさかの。いや多分鳴らしたらでもこれやっていうのは分かってるし、その音っぽいのを今あれやで言いたいんやけど口からうまく出せへん。なるほど。ドゥテルドゥルドゥテルドゥテル。そうそうそう、それやろ。わかる、わかる、うん、この曲はね、まあ、何が聞きどころかというと、わからんわからん。この曲のギターサウンドは、うん、ナイキが作った7弦ギターのサウンドでほぼ作られています、うん、へえ、やるやん。やるやんは俺じゃなくてそっちやから。あ、そうなんや。まあ、この曲は、うん、ナイキの作ったギターと、うん、幻想的なね雰囲気を出したかったので、うん、神秘的な、うん、雰囲気を出せるような音遣いをしてて、うん、なんかギターのハーモニクスの音とかを強調したりとか、まあ、ピアノの音を強調していたりとか、まあ、そういうとこがちょっとこだわりポイントになってて、うん、7弦ギターを使ってるので、うん、こうヘビーなね、うん、音が、うん、楽しめる。そう、綺麗なピアノとかの音と、うん、多弦ギターの汚い低音が汚い低音がね。クルデモノーツ、はい、5曲目になるんですけど、うん、これは陰影という曲になります、うん、暗めでありちょっとこうジャズ系の要素も入れたような感じの曲になってて、うん、ダークエタナルナイト、それはドリームシアターの曲やな。そうかすぐメタルに持っていこうとするよな。めっちゃ細かいとこ言うと、うん、この曲あのソロパートがあんねんけど、うん、ソロパートであの後ろで手拍子を鳴らしてるんやけど、うん、手拍子以外の部分はこうツッツッタッツッタッっていうこのシャッフルのリズムやねんけど、うん、手拍子だけ、うん、タッ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 タっていうこのクラーベっていうリズムやねんけど、うん、このクラーベっていうリズムがこう後ろで鳴ってて、うん、でそれ以外のとはシャッフルになってるっていう違う形態のリズムがこう層になって配置されてるっていうのがめっちゃ、うん、細かいとこやねんけど、うん、あのこだわりポイントです、うん、でもそれがすごくお気に入りなんやな自分としてはね、うん、とても良いと思う。クフルデモンノーツ、次は6番、6番、イベントホライズンです。イベントホライズン、これはどうですかね。
分からん俺がまずなその10年間のな曲のうちでな印象をなちゃんと持ってる曲が少ないっていうことがよく分かりました待って待って、うん、この曲なんか不思議なギターのメロディーというのかなんというかみたいな感じのところがあって、うんまあ、そこをまず最初に作ったのかなっていう感じなんだけど、うん、作った時に割と評判良かったのに違うここら辺、うんこの曲好きやわクールダモノーツというので、次は、はい、7番です、7番はドゥームズデイ、うん、これはねこれはねどうですかこれはリフを弾きやすい最初のねイントロの、うんうん、とりあえずこれ弾いていたらやって思ってしまうこれ割となんかあの、うん、ナイキが好きな要素がさ、うん、詰め込まれてる感じが、うん、時間稼ぎなどやめようかって感じやもんな歌詞の言い回しとか内容とかもそうやしあとそのリフのこう、最初の勢いもそうやし、その後ろでこう聖歌隊がああみたいな感じで入ってくるのもそうやし、全体的にこうなんかナイキ好みな感じになっているかなと。あの曲の内容的に言うと、うん、転調をいっぱいしてる曲で、うん、前回のアルバムフルーツバスケットの中にネクサスっていう曲があって、うん、12個全てのキーに転調していくっていう、まあ、意味わからん曲やねんけどまあこのネクサスを作るきっかけになったのが、うん、この Dooms Day って曲で、うん、この曲でいっぱい転調して楽しいやんってなって、うん、ちょっといけるとこまで行ってみようって作ったのがネクサスなんで、そして情報型になったといやなんかさ情報は詰め込みたくなるやんその曲の中にデーモンノーツ。はい次です、うん、次は、はい、ロマンティックリアリスト。ロマンティックリアリスト、はい、懐かしいな。それはなんか覚えてるんやんな。キムが初めてタッピングを多用して作った曲じゃないかな。そうだよね。なこの曲多分ね一瞬で作り上げたから、うん、あんまりね個人的に思い出がないねんな、うん、記憶がなくなったタッピングをちょっと練習してた時に思い浮かんだフレーズをそのまま広げていったみたいな感じで、これタッピングのフレーズが確か5拍子でなんかちょっと変拍子も入れようかなっていうのでいろいろやってて、チャン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 みたいなのがあって、そうやな、これが5拍子と7拍子が交互に来てて、そのリフが進んでいくんだけど、これって5とさ何足したらさ12になるやんか、うん、なんか途中から12のバッキングに切り替わるっていうのがあって、うんうんうん、まあ、それが割と気に入ってるところで、うんうん、ちゃんと覚えてるやん。クールダモノーツ9番目9番目9番目、君と2人です。これはね分からん結構そのなんか曲によってさ、うん、ほぼ俺サイドでやってるのと、うん、あの割と2人でやってるのと違うやん。違う、この曲とかは割とこっちサイドでさ一人で完結した曲やから、夜を連想させるようなそうそうそう爽やかな曲。そうそうそう。ちなみにこの内容としては現代短歌の、うん、問い中に夜空の青を微分せよ、うん、街の明かりは無視してもよい、うん、っていう現代短歌、うん、この内容からちょっとこうイメージを広げていって、うん、まあ、こんな感じになったと。クールダモノーツ10曲目なんですけど、10曲目はモーメントです。声を上げさせてもらおうかはい、モーメントなんですけど、モーメントもこれはね、あと先、言ってた足立翔平くんとのコラボというか、共作になってて、これももともとの作曲が足立翔平くんですね、うん、ダイヤモンドリリーの、うん、この曲はどうですかね。なんかすごくあのボーカロイドっぽいイントロからアニメっぽい歌が発生してる。確かにね、うん、まあ、ダイヤモンドリリーっていうバンドがアニソン系のバンドで本当にそんな感じでイメージで多分作ってて、うん、まあ、最初は転調するような曲でもなかったんですけど、うん、まあ、転調いっぱいするような曲にアレンジし直してしまって、うん、まあ、こういう感じになったんですけど、相変わらず情報型をしてくれるっていうことやなそうですね。クールダモノーツ、はい、次11曲目です。アブザードリフレクション。アブザーズリフレクションズじゃないけどね。でもキーボードのあれやで、キーボードやったら D と S は隣やで。え、だから
だからなんか説得力がさ、うん、皆無やねんけど。せやな、わかる。面白くない？面白い。やろ。で、この曲なんですけど、この曲は、前回、神秘楼とかね、エクストラディメンジョンズとかでギターを弾いてくれた大輔さんに、うん、参加したマッチョで、うん、なかなか凶悪なソロをね、うん、弾いてくれてますね。うんうん、玉数の多い。そう、玉数の多いね。うん、これもだいぶ昔の曲なんで、むしろ大輔さんに初めて参加してもらったのがこのアブザードリフレクションという曲で、クールダモノーツ。12曲目はキャタクリズムです。全然わからへんわ。おっと。まあこのアルバムの中で一番昔に作った曲で、うん、まあ、今からだいたい10年前ですね。へー、10年前にギターでセッションをしながら作った曲ですね。せやな、はい、ちなみにね、これ結構メタルメタルした感じの曲なんですけど、うん、ね、ヘビーメタルのこう刻みが入ってるんですけど、うん、まあ、これ曲作るちょっとぐらい前までは、うん、ね、ナイキは全然そういうのに興味なくてプログレーメタルとかね、まあ、ドリームシアターとかを、まあ、僕が聞かしたんですけど、プログレっていうの僕はそういうのあんまりやな。まあやっぱりブルーズとかの方が好きかなみたいな感じのこと言ってたんですけど、うん、なんかいつの間にかねそういうのを聞くようになってて誰のせいやろな。まあ、この曲はどうですか。それはちょっと低すぎるな。そっか。13曲目です。次、はい、13曲目は愛という曲です。はい、これはあれやな、雲隠れってやつやな。違うよ。違うよ。そっか。因果関係のないボケをしてくるとさ、拾うのがめっちゃ大変。はい。まあ一番最初にボーカロイド入れて作った曲かな。2011-2年ぐらいの曲ですね。この曲もなかなか当時お気に入りやったんちゃう。なんか、うん、こだましてる。こだましてるな。うん。クフルデマノーツ。14曲目です。14曲目は、はい、Day of the Dead。Day of the Dead ですね。はい。この曲はね、短いメタルインストですね、うん、ゲームっぽいね、うん、ボス戦っぽい、うん、これに関してはマンゴが何一つ語ることはない。クッフルダマゴツ。はい、次なんですけど、はい、ソルトコンフェッショナリー。これは俗に言う塩カシスっていう曲やな。この曲はどういう曲になってますか。この曲はな、僕が LINE でキムに送った音声がいつの間にか歌になって帰ってきた。そうやな。うん、ナイキは時折なんか謎のボイスメッセージを僕に送ってくるんですよね。うん、直近もなんかよくわからないタイミングでね、何の脈絡もなく、やはりそうかみたいなことを全然意味がわからない。何か前提があってそれに対する返しで言うならまだわかるんですけど、何も会話が始まってない時にいきなりやはりそうかとかいうボイスメッセージを送ってきたりするんで、うまくわからないですか。まあこれもね、いきなり携帯開いたら、うん、この寿司お菓子っていうのを言ってたから、しかも寿司お菓子って5文字、うん、5拍子と思って、うん、それで作ってしまったっていう。しかももともと4拍子の曲に合わせて歌ってたっていうところがポイント高い。ほんまに？あ、そうなんや。クフレクフちょっと待って、次16番バナス。バナス、バナスですけど、これはどういう意味なんですか。ベースを鳴らします。区切り方がおかしいですよね。ベースの間と鳴らしますのなと数の数、ベースだけさ、うん、英語やん、うん、鳴らしますはさローマ字。よく気づいたな。クフルダモノーツ。次は、まあ、一応今週が最後の曲なんですけど、トワイライトっていう曲です。うん、今週はどうですか。覚えてない。さっき聞いてたけどな、これ。さっき思いっきり車の中で聞いてたけどね。覚えてないっていうか、多分あれだよ。曲名を覚えてないやな。曲名を覚えてないやな。聞いたら分かるんやろうな。曲名と内容が一致してないっていう。おそらくそうやわ。だから俺の中ではやっぱりケゴンもトノとかさ、その系統の脳みそになってるから。これああ。この階段みたいなやつか。
まあどこら辺が階段かちょっとよくわからんけど、ポピって音がなんか階段降りてるような、あ、なるほど、上がったり、そういう風に感じるんや、ポッポッピッポ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 ッっていうところがなんか階段を、なるほど、一個ずつピポッって降りてるような、ゲームっぽい、いや、いや、ゲーム以外でそんなピポッっていう音で階段降りることある？え、口で喋りながら、あ、マジで降りることない？ちょっと俺経験なかったから、ほんまに斬新な、え、なんかさ、どっかから動き出す時とかにさ、ポップって言ったりせえへん？ないかな。そっか。あの、ある人はあると思いますけど、へえ、俺はなかったということで。そうなんや。はい、でこの曲は落ち着けるけどちょっとこう盛り上がれるというか、キープホープアライブって感じだよね。キープホープアライブよりちょっと明るい感じかな。うん、まあ、タイトルのトワイライトっていうのは、まあ、日本語で言うと黄昏っていう、うん、意味なんですけど、まあ、ちょっとこう日が暮れていく、あの綺麗な時間帯をイメージして作った曲なんで、うん、まあ、そういう時間帯にこれを聴きながら、歩いてみたりすると一層この曲を楽しめるんじゃないかなというふうに思っておりますと。クフルデモンノーツ、こんな感じでアルバムについて語ってきました。本当はね、この後18、19曲目は、サイレントオーソリティインスト版ですね。うん、で、ケゴンのギターだけを抜いた、トラックになってるので、そちらもぜひ聴いてみてください。はい。今回はこんな感じで終わりたいと思いますので、最後まで聴いてくださりありがとうございました。はい、ではバイバイ。おやすみなさい。